人の男が発狂して村人全員を一人残らず殺害したっていう事件があって、なんか異世界に来たみたいな感じ今。うわすげえ。ドクロって言われるとそう見えなくもない。本当ね、異世界への入り口みたいです。なんかめっちゃ気配するんですけど、なんでちょっと待って、誰もいないよね。なんか周りからいっぱい声聞こえる気がする。やばいやばい、なんかラップ音し始めた。やばい、なんかやばい、なんかやばい、なんかやばい。ちょっと待って、だっておかしいでしょ、やっぱここ集落だったんだよ。こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅、東北編、あれ5日目だったっけ。現在地は青森駅です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら心霊スポットを待っています。いやー、この辺は本当都会だな。ほら靴流通センターがある。いやー、しかし眠い。また悪夢を見てあんまり寝れませんでした。なんかね、すごい拷問される夢を見て、俺の住んでる村で何人も行方不明者が出て、まあその人たちはみんなその猟奇殺人犯みたいなやつに拷問されてたんですけど、俺も含めて、まあ、全身の皮を剥がれて、手足も落とされて、舌も抜かれて、歯も抜かれてみたいな、もう恐ろしい拷問で、まあでみんなその状態でなんか地下室みたいなところで生かされてたんですけど、並べられて、まあで最終的に犯人の正体は俺だったんですけど、やば、まあ、完全に最近読んだベルセルクのせいですね。まあそれでこれから向かうのが青森県の青森市にあると言われている伝説の村、杉沢村です。まあ、杉沢村ってね、都市伝説として聞いたことがある人も多いと思うんですけど、まあ、昭和初期の頃に杉沢村っていう小さな村が青森県にあって、である日その村で一人の男が発狂して村人全員を一人残らず殺害したっていう事件があって、で最後にその男も殺したらしいんですけど、でその後隣の村と合併されて、その杉沢村は地図からも政府の公文書からも名前が消えたらしいんですけど、それで杉沢村の廃墟には魔物が住み着いていて、入ると二度と戻れないって言われてます。そして杉沢村伝説はネット掲示板を通じて日本中で知られることになったんだ。しかし全ての公文書からその記録が消されたため、杉沢村の場所を知る者はいなかったんだが、杉沢村に関するいくつかの情報も残されていたんだ。杉沢村の入り口には朽ちた鳥居があり、その根元にはドクロのような石が置かれていること。村へ向かう道は一本道であり、その途中にはここから先へ立ち入る者、命の保証はないと書かれた看板が立てられていること。村にはかつての住人が暮らしていた廃墟があり、中は今でも事件当時の血痕が残されていること。こういった情報だけを頼りに、多くの者が杉沢村を捜索したんだ。そしてある日、ネットにある一枚の古びた鳥居の写真が投稿された。その写真には、ついに杉沢村を見つけたという文章が添えられていた。こうして情報に似ていたことから、その写真の場所が杉沢村ではないかというのが最有力候補になったんだ。ということで今その場所に向かっているぜ。まあそんな超いわくつきの村なんでね、ここも心霊現象が期待できるんじゃないでしょうか。まあということなんで、まずは明るいうちに杉沢村を見に行きたいと思います。今日はめちゃめちゃ近い、っていうかもう着いてしまった近くに。あ、やっぱだいぶ山の中ですね。あー、なんか自然の緑のいい匂いがする。この辺あった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 、これですね、写真で見た鳥居だ。到着しました、杉沢村の入り口です。結構古い鳥居ですね。お邪魔しまーす。ここには石、徳田神狼、まあ、神様が祀ってあるんですね。ちょっとドクロのような石っていうのはないみたいなんですけどね。お邪魔します。失礼しました。普通に車が通ってるような道ですね。まあ一応一本道ですね、情報通りの。まあここは実際に廃集落なんですけど、その小杉集落っていう集落が昔あったらしくて、噂によるとこの小杉集落が杉がいっぱいあったらしくて、まあ杉沢行くっていうのがなまって、杉沢村っていう風に当時呼ばれてたらしいんですよね。 あれ全部杉かな。
それが本当だったとしたらもうここが杉沢村で確定ですよね。なんかすごい綺麗。ちゃんと水源もありますね。すげえ自然の匂い。で、杉沢村に赤い建物もあるって言われてるんですけど、なんか建物があるな。なんだろうこれは。ロープが張られてるけど、なんだろう、まあ、ロープ張られてるからやめとくか。あれはでも使われてんのかってか、いや使われてないよね、廃屋だよね。配管とかもぶち折れてるしね。一応使われてんのかな。なんか会社名みたいなの書いてますね。あ、なんかこのカーブ抜けた先になんか、やばい、ちょっとやばい、何千匹ものミニバッタみたいなのが飛び跳ねてる。おお、散ってくれ、いなくなってくれ。雨がと思った。で、なんか建物跡みたいなのが、あ、なんだろうこれ、ここ多分建物の跡っぽいですね。なんかあるよ、外場が建てられてますね。こんにちは。なんか、なんだろう、お墓ではないっぽいけどな。すいません、お邪魔します。あ、なんか看板が倒れてる。違う、看板じゃないのか。看板の跡っぽいけどな、この杭みたいなのとか。そのね、これより先に入るもの、命の保証はないって恐ろしい看板ですよね。広場に出ました。分岐だ、こっち。とりあえず右行ってみますか。うーわ、見て、ほら、この先はね、行き止まりっぽいですね、ここは。何の音、ガショットみたいにしない。っていうか、もうセミが鳴いてんだ。なんか異世界に来たみたいな感じ今。なんだろう、この緑の感じとセミの鳴き声とこの草木の匂い。このバッタもさ、俺こんなちっちゃいバッタ初めて見たんだけど、マジで異世界に来たみたい。あれ多分正面にいっぱいバーってなってんの、あれ杉ですよね。こっちも杉。こっち行ってみます。分岐のもう片方。やっぱセミの声で一気にそれっぽくなりますね。なんだろう、この明るいのにすごいなんか焦らされるというか、なんか怖いですね。あれ何もないぞ。どういうこと、情報と違うぞ。もうないのか。ちょっとね、想像と違ったな。あれ？これも道じゃない？違うかな。これが道なのか。ちょっとだけ行ってみましょう。バッタ。なんかある。あ、小屋があります。うわ、すげえ。まあシャッターとかがついてるからな、そんな昭和初期の建物とは思えないけど。朽ち果ててますね。うわー、すげえ、天井も破れてる。あ、切っていった。もう使われてない資材置き場みたいな感じですね。まあでもこれは
杉沢村の小屋ではないですよね。お邪魔しました。めっちゃ綺麗。ああ、よく見るとこうやってタンポポがいっぱい咲いてますね。タンポポじゃないか、なんだっけこれ、タンポポか。そしたらね、もう一個ね、杉沢村なんじゃないかって言われてるような場所があって、まあそこは神社なんですけど、まあ、もちろん神社なんで鳥居はあるんですけど、まあその中にね、骸骨みたいな石が祀られてるらしいんですよね。まあなのでちょっとそっちも見に行きたいと思います。もうちょいで着くんですけど、あれちょっと待って、右かな。地図にね、道が載ってないんですよね、行き方が。ネットで調べてもね、やっぱみんなそう書いてあって、地図に道が載ってませんっていう。もう少しですね、多分。随分山奥まで来ましたね。もうね、こっから先は Google マップでも道が終わってますね。石神神社左約4キロ。左ってどっち？おお、ダートになっちゃったよ。すごいな、でもこんな秘境の地に神社があるんですもんね。おい、くっそ濡れた。ちょっなんだよこの道。瞬時に通る場所を見極めないと。ちょっと待って、下手に減速するとこけるわ。結構スピード乗せていかないと。おい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 、やばいってやばいってやばいって。おお、ちょっ、あっ、もうめっちゃ濡れた。来ました。はあ、石神神社って書いてますね。到着です。到着しました、石神神社です。はあ、すごいですね。ほんとこんな秘境の地にこんな神社があるなんて。お邪魔します。石神様を祀ってるから石神神社なんですね。あ、こっから鳥居が、てか鳥居何個あんだ。これは相当昔のものですね。木が腐っちゃってるもん。ほら根元も、はあ、空気がね美味しい。かなり急ですね階段。また鳥居がある。これもめちゃめちゃ古い鳥居ですね。めっちゃ低い。頭当たりそうだもん。着いた。よし、お邪魔します。これが神社の本殿ですね。こんにちは。中は神様が祀られてますね。お邪魔しました。あ、お賽銭箱ここにあんだ。で、この奥だ。あ、これだ。到着しました、石神様です。うわ、なんかすごいな。確かにドクロって言われるとそう見えなくもない。 目が2つあって、口、こんな石が自然にできるんですね。なんかちょっと気持ち悪いですね。ごめんなさい、すいません、気持ち悪くないですね。へー、あ、すごい、なんかすべすべ。意外とこっちザラザラ。まあこれがね、その伝説のドクロの石って言われても不思議じゃないですよね。まあでも鳥居の下にあるわけじゃないよねこれ。まあまあ、ここがね昔集落だったって言われてもそんなにまあ不思議ではないですけど、どうなんですかね。まあでもすごい神秘的な石、目の前で見るとねものすごい迫力です。食われそうな感じ。ガバって、ビスケットオリバーみたいですね。すいません、ありがとうございました、失礼します。なんかめっちゃ神秘的な場所だったな。てかもうこの立地自体がねすごい、ほんと秘境って感じで、なんか不思議な神社でしたね。よし、そしたらね、まずはホテルに行きたいと思います。着きました、ホテルルートインです。久々だなルートイン。
だ。全体的にそこそこ綺麗ですね。なんかね、青森県の今支援割みたいにやってるみたいで、8000いくらがね6800円になりました。しかも大浴場もあるっぽいですね。はい、ということで温泉に入って夜になるのもしたいと思います。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。で、夜行く場所は昼間一箇所目に行った、一番杉沢村なんじゃないかっていう情報が多い場所ですね。ちょっとね、そのアンビリバボーの杉沢村会ちょっと見てきたんですけど、アンビリバボーのロケでもね、あの場所に行ってて、1個目の最終的にね、あそこはもともと集落じゃなかったし杉沢村でもないみたいな、杉沢村は時空の歪みの中にある村で、現れたり消えたりする別次元の村だみたいな感じで終わったんですけど、でもネットで調べた感じだと、あそこは本当にもともと集落があったみたいな情報もあって、とりあえずね、今から行ってちょっと詳しく夜の様子をね検証していきたいと思います。もうちょいで着きます。てか、こんな場所だったっけ。死ぬほど暗いんですけど、うわ、これはやばい。てか、マジでこんな場所だったっけ。ほんとね、異世界への入り口って感じですね。どこだっけ。あれ、到着しました。昼間来た場所になくない。なんで通り過ぎてるよ。待って、俺 見逃した。鳥居がなくなっちゃった。もう異世界来ちゃったのかな。ありました。まだ異世界ではなかった。死体用意します。到着しました。杉沢村の入り口です。お邪魔します。すいません、ちょっと回らせていただきます。よろしくお願いします。この石、今見るとこれドクロに見えないですか。これ上二つが目で口で、びっくりした。何が降ってきた今。多分虫だよね。びっくりした。すいません、お騒がせしました。失礼します。ありがとうございました。そしたら奥に向かっていきます。これやべえな、夜。ほんとね、異世界への入り口みたいです。これ昼間見た川か。本当に何だろう、なんか怖いぞここ。やべえ、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。声じゃなかった。これ最初に見た赤い小屋ですね。明かりついてない、気のせいか。びっくりした。めちゃめちゃ怖いですね、夜見ると。ここはいっか。ここはね、多分なんか会社の持ち物なんでしょう。ロープ張られてるしね。そしたらさらに奥へ進みます。いや、でもこの場所すっげえ怖いんですけど、結構ね、本当に嫌な感じみたいなしますね。マジで怖い。全然昨日の八甲田さんより怖いぞ。おお、またバッタバッタバッタが、バッタが暴れ出してる。こんばんは。本当はこの場所にお墓があったみたいですね。撤去されてるけど。夜遅くにすいません、お邪魔いたします。これめっちゃ怖いな。ちょっと待って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 、なんかめっちゃ気配するんですけど、めっちゃ見られてる感じする、いろんなところから。なんで、なんで。すいません、お邪魔しました。失礼します。
ゃあこっちの建物のところは最後に行きますか。言ってもね、こっちなんかあるかね。じゃあまあ行き止まりになっちゃうんですけど、まあ一応また突き当たりまで行ってみるか。本当に怖いわ。なんだろうこれ、めちゃめちゃ嫌な感じする。待って、これ怖いぞ、めっちゃ怖いぞ。まあ、とりあえずね、突き当たりまで来ました。ちょっと待って、やばいやばい、鳥肌やばいな。まあもうこの先はもう行きようがないですよね。もういや、戻ります。アンビリバボーによるとね、若い男女3人が杉沢村に迷い込んで、あ、耳鳴りなのか今の、ピーって今、やっべー、やばい、ここやばい、本気で怖い、背中もいて、あ、やばい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 、ちょっと待って、誰もいないよね。今風が急に吹き抜けたんですけど、俺にめがけて、めっちゃあったかかった、風が信じられないぐらい風があったかかったんですけど、なんで、いや、ちょっと足音みたいにしなかった。ちょっと待って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 、で男女3人が杉沢村に迷い込んで、で男2人はね血まみれになって死んで、で女性の方はね髪の色素が全部抜けた状態で発見されたらしくて、でそのことを話してその後死んじゃったのかな多分っていうことがねあったらしいですね。まあほぼ作り話でしょうけど、ここのねほんと気配がやばいぞ。でまだ月がすっげー怖い。はあ、ちょっと待って、もう帰りたい。ほら、なんかめっちゃ怖い月。なんだ、なんかああ、木か。もう一個のね通路も行ってみましょう。なんだろうこの雰囲気、なんだろう、いやマジで異世界みたい。あれどこだっけ、これ行き止まりだよね。この先行けるな。これ行き止まりになってなかったっけ。ああ、ここで行き止まりか。なんかこれちょっと行けそうじゃね。ちょっとだけ行ってみますか。これ道じゃないよ、道なの。道かもしんない。これえ、やばいやばいやばい、ちょっと足止まって、俺の足止まって、なんか声聞こえた、なんか声聞こえなかった、声左から、やばいやばいやばい、道だ、多分道っぽい。ちょっと待って、あれやばいやばいやばい、あーもうこれはこっから無理だ、そこ行き止まりました。さすがに今のは無理だろ。戻ります。やばい、戻ろう、早く、ちょっと待って、どこ、
やばい、お邪魔しました。ちょっと待って、吐き気する。あれ、あれどっちから来たっけ俺。あれ、もう一個分岐があるな。こっちなんだっけ。昼間行ってないよね。昼間来てないけど、なんで行かなかったんだっけ。奥まで見えたからか。ちょっと待って、まだ道があるよ。嘘。ちょっと待って、道あるじゃん。なにこれ、これを夜探索すんのはちょっと死ぬほど怖いぞ。待って、ちゃんと道が続いてるんだもん。頼む、行き止まって。もうやだ、行き止まったかな。ちょっと待って、行き止まってないじゃん。ちょすいません。ちょっと痛い、なんかトゲが。すいません、お邪魔します。ちょっと待って、どこまで続いてんのよマジで。そのね、男女3人もこうやってずっと歩いてたら、いきなり建物がバッて出てきて、で中に入ってみたら大量の血がついてて、こっちじゃないね、これ左だ。でその建物を出ると、なんか大量の何かに囲まれて、で一人ずつ行方不明になっていって、ちょっと待って、ちょっと待って、道終わって、行き止まって。あ、なんか声しなかった。あ、なんか声しなかった。俺どんだけ進んだ。なんか足が止まらないんですけど。てか道じゃねえか、もう俺が勝手に道だと思ってるだけか。ちょっと待って、 GPS 今の場所見よう。一応テンポ入る、 GPS も。これダメだ、引き返します。どんどん離れてるわ。ちょっと待って、もう少し。声聞こえんな、ちょいちょい声みたいなのが。うん、これもう本当ダメだ、戻ります。なんか声聞こえんな、ちょいちょい声みたいなのが。うん、これもう本当ダメだ、戻ります。何もないね。もう相当歩きました、わけのわかんない道を。ねえって、ちょやばい、なんか周りからいっぱい声聞こえる気がする。おかしくなってきたのかな、頭が。戻ってきました。よしよし、異世界に行ってなかった。そしたら最後あの建物のとこ見て帰りましょう。よし、最後この脇道。
入っていきます。よいしょ。え、なんかびっくりした。なんかが先で動いてる気がしたけど、影かな。こんばんは。すいません、こんばんは。少しだけ見て帰ります。ああ、ちょっとだけこの隙間から中が見えるな。おお、びっくりした。布が揺れたんか。ちょっと、あれだな、ほとんど見えねえな。マジビビった。こんばんは。ギーって、やばい、なんかラップ音し始めた。パチパチって。中は、まあ、こんな感じですね。すいません。お邪魔しました。失礼します。帰りましょう。終わりです。早く帰りたい。なんかここめっちゃ怖いぞ。ほら、これとか看板がさ、取り付けてあった跡みたいな。あれ、これ陶器だ。かお皿とかの破片ですね。これよく廃集落に落ちてるやつですよね。羽生田村とかさ、この間の集落とか。っていうか、この陶器のかけらが落ちてるってことはさ、やっぱここ集落だったんじゃないですかね。だっておかしいでしょ。しかもこの陶器ってほら昔のですよね。かなり、そう、本当に廃集落でよく見る陶器の柄というか、やっぱここ集落だったんだよ。お邪魔しました。早く帰ろ、早く帰ろ。もう帰りたい、マジ帰りたい。すいません、どうもありがとうございました。失礼します。ただいま。よし、帰りましょう、帰りましょう。早く帰ろ。はい、ということで杉沢村でした。いや、本当に怖かった。何なんだろうな。まあ、あそこが杉沢村かどうか置いといて、まあ一応異空間に飛ばされることなく帰ってきました。まあ、あそこ自体がね、もともと集落だったっていうこと自体も、そのただの噂レベルの話だったんですけど、でもね、最後陶器の皿あったもんね。陶器の皿のかけらなんてさ、もう廃集落以外に存在しないでしょ。だってそこで生活してたから残ってるものであって、陶器のさ、皿のかけらをわざわざっていうか、その辺に落ちないっすもんね、普通に。それにあのものすごい嫌な感じ、まあ、やっぱそこなんかあるんですかね。噂が集中してるだけあって、まあという感じで、まだまだ日本一周続けていけますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。